NS9 という会社の代表をやっておりまして、普段は B9 というメンズブランドのデザイナーをやっております。酒井と言います。よろしくお願いします。オテルパラスなんですけれども、今年の春ぐらいですかね、ディレクターさんから、お話をいただきまして、今回新ブランドを、考えているということで、K9 ユニバースが今、次の、テーマとして掲げていることが色気をまとうだったりですとか、色気をまとったスタイルということで、これから9ユニバースが進んでいく道とミラインさんの今歩んでいる道が非常にリンクするところがあって、今回一緒に何かブランドをやってくださいっていうのが一番初めの経緯でした。まずお話しいただいた時に、新しいものをリブランディングというわけではなくて、まずブランドの名前コンセプト、そこから考えるっていう作業で、私も今回も初めての、自社ブランド以外では初めてのチャレンジだったんですけれども、まずそのナノユニバースさんという、20年以上の歴史がある会社、セレクトショップが新しく打ち出すハウスブランドということなんですけども、そこで一体何をすればいいのかっていうのを私自身ですね、すごくそこを考えまして、で今の時代背景とかもあって、ずっとセレクトショップの時代だったのが、今デジタルがすごくトレンドになっていますし、新しい例えばインフルエンサーですとか、今までになかった時代背景になってきたところで、もう一度セレクトショップがすごくその上質な世界観を作ったブランド、アイテムだけによるんじゃなくて、アイテムの着回しだけによるんじゃなくて、ちゃんとした世界観のあるブランドを発信しようということをまず一番初めに考えまして、そう考えた時に、じゃあどこから始めようって話になったんですけれども、やっぱり自分がすごく好きなテイストがヨーロッパのベーシックなスタイルだったので、フランスの1900年ぐらいから2000年ぐらいまでの一回カルチャーを調べてみようというところから始めたんですね。1900年代ですとか1920年代とか、なかなかそのファッションとリンクするっていうのが自分の中ではピンとこなかったんですけれども、ちょっとそれから飛んで1970年代80年代ぐらいに、すごく今でも残っている著名なナイトクラブが流行った時代がありまして、ブランドの名前のその一部にもなってるんですけども、ルーパラスっていうクラブがあったんですね。やっぱりこう新しくブランドを始めるにあたって、やっぱり最新のクリエーションっていうのを掲げたかったので、ここはすごくいいんじゃないかと思ってピックアップしたんですけれども、そのルーパラスの1970年代80年代っていうのが、時代背景的にはやっぱりニューヨークがすごく全盛の時代で、アンディ・ウォーホルだったりとかバスギアだったりとか、そういうような人たちがブーメントを作っていた時代だったんですね。で、そうか、ニューヨークだったなっていうような、認識をしてたんですけども、たまたま自分が普段写真集ですとか、そのアート的なブックとかをすごく収集してるんですけども、ペイジ・パウエルという方が出した写真集があるんですけども、その写真集がすごく僕は大好きで、その世界観をル・パラス の, そのフランスから発信したら面白いんじゃないかっていうことで、ビジュアルを作っていくっていうような流れになっております。今ちょうどそのペイジ・パウエルの写真集を持ってきたんですけれども、すごくちょっと大きな写真集で、これ、三部作と、本人 の, プロフィールの写真集になっておりまして、でこの中の写真に、当時の例えばアンディ・ウォーホルですとか、バスキア、デビッド・ボーイ、マドンナとか、キース・ヘリングだったりとか、もしかしたら皆さん聞いたことのあるような著名な方たちが例えばパーティーしている時の写真ですとか、そういったものが記録されていて、すごく華やかでいいなと、やっぱりそういうようなファッションの熱をもう一度起こしてビジュアルを作って、セレクトショップから発信したいっていうことで、まずは世界観を作ることを決めました。その先ほどのルーパラスというところと、
一つキーワードとしてディレクターからいただいてたのがホテルというのがちょっと気になりますと。ちょっと非日常的な部分があってラグジュアリーですごく楽しい場所であるという部分があったので、ホテルという、言葉を、キーワードで検索してたところ、フランスでパラスホテルと5つ星以上のホテルのことをパラスホテルというようなことがあって、その、ル・パラスとパラスホテル のラグジュアリーな世界観のパラスというのを掛け合わせて、フランス語でホテル・パラスと命名いたしました。その先ほど そのル・パラスというそのナイトクラブという意味合いから今日における新しいクリエーションの発信という部分と、パラスホテルというその、5つ星以上の、ラグジュアリーなホテルという、ところからですね、非日常の世界観を、演出しながら手に届く良質なものを提案するというような形でテーマとしてものづくりに、励んでいくという感じですね。一番初めの冒頭に戻るんですけども、その色気をまとうっていうところで自分のそのものづくりの根底にあるものが、ブランドを今自分がやっている中で、上質な素材、綺麗な素材をですね上品に仕立てるっていうところをすごく追求しておりまして、で今回そのホテルパラス の製品を作るにあたっても、見栄えのする仕立て映えのする、素材を、厳選を重ねた上で綺麗に仕立ててものづくりをやっていったっていうところが一番のこだわりですね。やっぱり色気っていうのは、もちろんその上質なものだったりとか綺麗なものを上品に仕立てるっていうのはやっぱりその清潔感にもすごくつながると思っておりまして、清潔感があって綺麗なスタイルっていうのを追求したブランドになっています。一番は綺麗なスタイルって皆さんがここぞっていうようなイメージがあると思うんですけども、個人的には毎日着ていただきたい。毎日着るとその服がなんかこれ不思議なことなんですけども、その人にこうどんどんこう馴染んでくるんですね。初めて買った時も新鮮なんですけども、自分のよりスタイルに一体化してくるので、でその普段のシーンで着ていただきながら、例えばなんですけども自分は今日このカーディガンにシャツを着ているんですけども、少しフォーマルの時にはこのスタイルに、じゃあ例えばネクタイをプラスしてあげるとかっていうので、例えばフォーマルなスタイルになりますし、これを少しチャックとかを調整したりとか、シャツのボタンを開けてカジュアルな日常のスタイリングに持っていったりとかっていうような形で、日々着ていただくことでよりスタイリングの幅が広がるので、常に綺麗だからここぞっていう時よりも毎日着ていただいて楽しんでいただくのが一番かなと思っています。直近の 24SS の、コレクションで言いますと、次は春と夏とデリバリーも分けまして、春物夏物を両方楽しめるコレクションを予定しております。それだけではなくて5型から6型とあるブランドとコラボレーションの企画も進めておりますし、成果物でもさらにプラスアルファ のコラボレーションを考えておりますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。ナヌニバース の全国30店舗を展開しているんですけども、全て の商品の前にルームタグがついておりまして、スタッフの方が毎朝香水をかけてくれてるんですね。それと今回作った世界観の30ページのビジュアルブックがありまして、香りで楽しんで目で楽しんで、スタッフの方といろいろとコーディネートをご相談しながら新しいファッションに挑戦してくださったら嬉しいなと思います。